宣戦布告直後の奇襲攻撃により欧州や並びに停戦監視各国軍の艦船はその大半が損害を被った。特に軌道エレベーターの周辺ガンター湾近くに在泊していた艦船の被害が大きい。大破着艇した艦数隻が現地に取り残されている。幸いにも新鋭空母ケストレル2は洋上を航行中だったため敵の攻撃を免れた。ケストレル2はエルジア王国首都ファーバンティへの再攻撃に向け準備に入った。さらにもう一隻空母バルジャーがガンター湾からの飛来に成功した。ただし飛行隊を喪失し搭載機欠となっている。本日国際停戦監視軍軌道エレベーター奪還任務を再行する。フォートグレイス島基地飛行隊は空母バルチャーと合流、共同してこの任務に当たる。共同任務軍は最初の作戦としてショピンブルグの航空優勢を奪取する。後続部隊の進路確保のため。ショピンブルグ付近は現在敵の航空優勢にあり、多数の敵航空機による抵抗が予想される。さらによく聞け、海戦当初より敵は多数の無人機を戦闘に繰り出してきている。ここでまた新しい種類の無人機が見つかった。無人航空母機、通称アーセナルバードに搭載されている無人機 MQ101 だ。アーセナルバードはオーシア軍が中心となり開発し、軌道エレベーター支援のため配備した巨大航空機だが、今回の報告はそれまでもがエルジア軍によって運用されている可能性を示唆している。現実ならば非常に大きな障壁となりかねない。一刻も早い軌道エレベーター奪還を目指そう。幸運が君たちの上にあること。命じたい。機体の準備が整った。亡霊隊とタキシーの2小隊は合流済み、すでに交戦中だ。君たちは戦闘の真っ只中に到着する。明治隊、この空域にいるバンディットを全て排除せよ。現状我が方が優位だが油断はできない。幸運を祈る。明治マン、ウィルコ。明治マンより合流マン、ただいま到着した。明治マン、それから明治通、このまま押し切る。さてトリガー、俺たちの目を他の隊の奴らに見せてやろうぜ。ぜひ一度食らいついたら逃がすなよ。雲の中に逃げようが追い詰めろ。狩りの始まりだ。
ミサイル接近、かわせ。ブレイク、ブレイク。なんだと、どういうことだ。警戒、ミサイル。警報、巨大な機影が接近してきている。全機警戒せよ。近くだ。
残念だが、今回の両面作戦は失敗に終わった。フラーバンティーを攻撃した空母ケストレル2が被弾沈没した。またしても、艦載機がエルジアの市街地を誤爆したことから、中立国の世論が我々を非難している。我が部隊においても被害は大きかった。しんがりを務めた者たちの活躍がなければ、戻れなかった機体はもっと多かったの。状況は芳しくない。だがここで足踏みしている時間はない。我々は軌道エレベーターに向かわなければならない。